株式会社トレジャーは、コンピュータソフトウェアの企画、開発を事業内容とする日本の企業。トレジャーの創業者であり、社長でもある、前川正人は、子供の頃からゲーム業界で働くことを夢見ており、中学生の時にプログラミングを覚え始めた。彼は、大学でプログラムを学び、卒業後コナミに入社した。コナミ時代の前川は、後に彼と共にトレジャーを設立することになる、同僚たちと共にアーケードゲーム、ザ・シンプソンズ、バッキリ・オヘア、スーパーファミコン用ソフト、悪魔城、ドラキュラ、コントラ・スピリッツ、アクスレイなど様々なゲームを開発した。1991年、前川と複数名のコナミ従業員は、ガンスターヒーローズへとつながるオリジナルゲームの企画を立案したが、その提案は会社によって却下された。前川と彼のチームは、コナミが悪魔城ドラキュラやティーンエイジミュータント忍者、タートルズといったすでに定評が固まったシリーズの続編に依存する傾向を見せていたことに不満を募らせていた。ユーザーはオリジナルのゲームを求めていると彼らは感じ、1992年にコナミを離れてトレジャーを設立するとガンスターヒーローズの開発を続けた。In their first years, Treasure developed games for the Sega Genesis. Treasure は1992年6月19日に設立された。社名には業界にとってのトレジャーになりたいという思いが込められている。設立当時の従業員数は10名強だった。コナミ時代はスーパーファミコン用のゲームを手掛けていたスタッフが多かったにもかかわらず、ガンスターヒーローズをメガドライブ用に開発することに決めたのは、彼らが目指していたビジュアルやゲーム性には、同ハードの MC68000 マイクロプロセッサが必要であったためである。パブリッシング契約をセガに持ちかけた当初、トレジャーには実績がなかったため企画は通らなかったが、代わりにマクドナルドトレジャーランドアドベンチャーの開発を請け負うことになった。同作の開発開始から数ヶ月後、ガンスターヒーローズの開発が承認された。トレジャーのスタッフは2つのチームに分かれ、両作を並行して開発した。スタッフはコナミよりもセガの下で働く方が自由度が高いと感じていた。先に完成したのは、マクドナルドトレジャーランドアドベンチャーだったが、トレジャーはオリジナルのゲームをデビュー作としてリリースしたかったので、ガンスターヒーローズを最初に発売することにした。北米のゲーム雑誌、ゲームファンは、同作に魅了され、同年トレジャーに、初の英語インタビューを行った。次に、リリースされた、マクドナルドトレジャーランドアドベンチャーは、トレジャーがライセンスを受けて、ゲームを開発する流れを作ることになった。小さなスタジオであるトレジャーは、ライセンスゲームで得られた収益をオリジナルプロジェクトの開発に充てていた。16ビット機時代のトレジャーはスプライトの動きが滑らかであることからその後もメガドライブ用ゲームの開発を続け、セガファンの間で人気を集めた。ガンスターヒーローズ以降、トレジャーは4つの開発チームに分けられ、ダイナマイトヘッディ、悠々白書魔教統一戦、エイリアンソルジャー、ライトクルセーダーを開発した。トレジャーは1994年にセガがリリースしたセガサターンが大量のスプライトを処理できることを歓迎した。また、同社のファン層がセガのゲーマーばかりであることも認識していたため、32ビット機時代になるとサターン用ゲームの開発に移行した。サターンは 3D グラフィックスにも対応していたが、トレジャーは 2D、スプライトのノウハウを蓄積していたため、2D ゲームの開発を続けた。彼らは、3D ゲームとの競合については、心配していなかったという。最初のサターン用、ゲーム、ガーディアンヒーローズは、ベルトスクロールアクションゲームに格闘ゲームと、RPG の要素を盛り込んだゲームだった。続いてリリースした、ゆけゆけ、トラブルメーカーズと、シルエットミラージュという2つの、横スクロールアクションゲームは並行して開発された。任天堂64用ソフトとしてエニックスより発売されたゆけゆけ。トラブルメーカーズはトレジャーにとって初めてセガ以外が発売元となりセガハード以外で発売されたゲームである。シルエットミラージュは当初サターン用にリリースされたが、1998年にプレイステーションに移植された。中野区で1998年から2010年代までの本社1998年、トレジャーは同社にとって初のアーケードゲームとなる縦スクロールシューティングゲーム、レーディアントシルバーガンをリリースした。トレジャーは長年商業的実現可能性への懸念からアーケードゲームの開発を躊躇していたが、スタッフはレーディアントシルバーガンのポテンシャルを信じ、開発に熱望していた。同作はリリースされた年の後半にサターンに移植された。次にエニックスよりプレイステーション用の格闘ゲーム落書きショータイムを発売したが、キャラクターの所有権をめぐってエニックスとトレジャーの間で法的な問題が起きたため、同作は発売直後に店頭から撤去された。続いて多方向シューティングゲーム爆裂無敵番外王をまず任天堂64で、その後修正を施して、ドリームキャストで発売した。1999年時点において、トレジャーの設立スタッフのほとんどはまだ同社に在籍していた。2000年代初頭、トレジャーはいくつかのトラブルに見舞われていた。ナオミ基盤用に開発していたアーケード用、レースゲーム、ガンビートは、ほとんど説明のないまま発売中止になった。プレイステーション2用のシルフィード・ザ・ロスト・プラネットとヒッパ・リンダはいずれも酷評を受けた。しかしその一方で、任天堂と共同開発した任天堂64用レールシューター、罪と罰地球の継承者は成功を収めた。同作は欧米では発売されなかったものの、輸入ゲーマーの間ではカルトな人気を博した。罪と罰の開発中に、トレジャーは、レーディアントシルバーガンの精神的続編となる、イカルの開発を始めた。このアーケードシューティングゲームは、グレフと共同開発され、ドリームキャストへの移植を経て、任天堂ゲームキューブにおいて、世界的にリリースされた。その後、トレジャーは一連のライセンスゲームのプロジェクトに着手した。そのうちの2つは、タイニートゥーンズを原作としたゲームボーイアドバンス用ゲームタイニートゥーンアドベンチャーズバスター S バッドドリームと未発売に終わったプレイステーション2用ゲームタイニートゥーンアドベンチャーズディフェンダーズオブザユニバースである。この時期にライセンスされた他のゲームには、はじめの一歩ザファイティングアストロボーイ鉄腕アトムマイナスアトムハートの秘密ワリーオワールドドラゴンドライブディマスターズショットがある。アストロボーイ、鉄腕アトムマイナスアトムハートの秘密は、セガの開発し会社ヒットメーカーとの共同開発で、近年のタイトルには欠けていたトレジャーのクラシックな横スクロールアクションスタイルに立ち戻ったことが評価された。ついで手掛けたグラディウス V は、イカルと同様にグレフと共同で開発された。両社は、コナミとの契約のもとに働き、同作は平凡なライセンスゲームが続いていたトレジャーの業績回復に貢献した。トレジャーは成功した以前の作品の続編となるアドバンスガーディアンヒーローズとガンスタースーパーヒーローズを開発した。それに続いて一連のブリーチライセンスゲームを任天堂 DS 用の開発を担当した。前川はトレジャーはブリーチのようなライセンスゲームを開発する上での課題について、スタッフはオリジナリティを求めているが、原作から逸脱してファンを失望させることはできないと説明している。2009年時点でトレジャーの従業員数は20から30名に上る。2011年の時点でトレジャーの従業員数は16名に減少している。前川は2011年のインタビューの中で、現在のゲーム開発にはミドルウェアを使用しており、ハードウェアの性能を限界にまで引き出すためのカスタムプログラミングは用いていないと語っている。また同社は、バーチャルコンソール、プレイステーションネットワーク、Xbox ライブでの過去作のダウンロード販売の充実に力を入れていた。トレジャーは2014年以降、イカルなどの再リリース作を除き、新作をリリースしていない。名前の後にがついているものは2015年以降に日本国内でリリースされたゲーム機及び Steam でも新規購入、プレイ可能。AB スチュアート、キース、セガメガドライブ、コレクテッドワークス P291 ISBN 9780957576810 ABCDEFGH アンインタビューウィズトレジャーゲームファン160 https://archive.org/details/gamefan vol.1 issue 11 ページ N59 プリースクリーントレジャー。エッジ46から48。https://archive.org/stream/edgeuk044 ページ。N41 マイメートルオード。にアップ。AB デイビーズ。ジョンチ。ザメイキングオブ。ガンスターヒーローズ。レトロゲーマー。56から61。ABCDEF。前川正人。ガンスターヒーローズスーパーバイザー。セガ2018年12月22日閲覧。トレジャーカンパニー。テンプレート、サイトウェブの呼び出し、エラー、引数アクセスデートは必須です。トレジャートローブ。レトロゲーマー4350、https、アーカイブ、org、ストリーム、レトロガマリシュ006から010、レトロゲーマーイシュ008ページ。N39、モード、にアップ。ABCDEFGHIJKLMN、OPQRST、トレジャーマニア。1アップ、2012年10月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。テンプレート、サイトウェブの呼び出し、エラー、引数アクセスデートは必須です。ABC、ザ・トレジャーインタビュー。マキシマム。ザ・ビデオゲームマガジン108から9、ゲーミングストレジャー、アン、インタビューウィズカンパニープレジデントミスターメアガワ、アバウトトレジャーパスト、プレゼント&フューチャー。ゲーマーズリパブリック、https://archive.org/details/gamers-republic-issue03 ページ、N89、モード、にアップ、ABCDEFGHIJ。from the archives, トレジャー。レトロゲーマー68から75、1023。2011。https, アーカイブ org, details, レトロガマリシュ091から095、ページ、N69、インタビューウィズマサト前川。セガサターンマガジン25、オリジナルの7エイプリル2016時点における、アーカイブ。https://web.archive.org/20160407092532/https:/archive.org/stream/officialsegaSaturnmagazine034 オフィシャルセガサターンマガジン034オーガスト1998 UK ページ N23 モードにアップトレジャーゲーマーズリパブリックに14から18。124トレジャーイシューズ、A Statement on Gambit。イグの2018年4月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。テンプレート、サイトウェブの呼び出し、エラー、引数アクセスデートは必須です。ボゾン VC マンデー、10、1、2007。イグの2017年11月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年11月4日閲覧。イカルガ2001、2002デベロッパーインタビューズ。shmuplation.com。2016年4月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。テンプレート。サイトウェブの呼び出し、エラー、引数アクセスデートは必須です。プロボ、フランク、アストロボーイ、オメガファクターレビュー。ゲームスポット、テンプレート、サイトウェブの呼び出し、エラー、引数アクセスデートは必須です。AB、ゲームズザウェイゼイオンと、キャッチングアップウィズトレジャー。ガンマスートラ、テンプレート、サイトウェブの呼び出し、エラ引数アクセスデートは必須です。25 Years of Treasure。ワイフレーム、50から53、https://wireframe.raspberrypi.org/issues/1。ありがとうございます。